アンディ・コリンズは、ダンジョンズドラゴンズファンタジーロールプレーングゲームの非常に多い本の中にクレジットが記載されているゲームデザイナーである。アンディ・コリンズは、ワシントン州オリンピアで成長した。彼のおじは、彼の10歳の誕生日にオリジナルダンジョンズドラゴンズボックスドセットをプレゼントした。その時彼は、他の D&D プレイヤーを知らなかったが、 ゲームボードとコマを使わずにどうやって遊ぶかを理解するのが難しく彼は僕の兄弟、友人、そして僕は遊ぶのについたち腰を下ろしたんだ。9時間後、昼食と夕食の両方を逃して僕たちはみんな夢中になったんだと言った。彼はまたスターウォーズフランチャイズのファンでもあり映画館に入ったままの状態で元の映画を何回も見た。コリンズは ハイスクールとカレッジを通してゲームを遊び続け、1994年にスタンフォード大学を英語の学位を取得して卒業した。コリンズは1996年4月からウィザーズ・オブ・ザ・コーストで働き始め、後に会社のオーガナイズド・プレイ・リビジョンで働き、彼は R&D ・ D、リビジョンに異動となり、編集者とデザイナーの間で働いた。彼の最初のプロジェクトは、 新しいサイエンスフィクションのゲーム EN アルターニティで彼はいくつかの製品で仕事をし特にダークマターキャンペーンセッティングで知られている後にウィザーズがこのゲームの開発を中止するとコリンズはウィザーズオブザコーストの新しい EN スターウォーズロールプライングゲームで仕事をする一人になったこのゲームで仕事をしているときコリンズは EN ビルスロビセックとの仕事は面白い。私はすべての映画を知っていて、私は何冊かの本を読んだ。だが彼はスターウォーズのあらゆることに対してかなりたくさん知っているから、すべての本、すべての映画、すべてのコミック、すべての主元素材についてだ。何でも。とコメントした。 長期のゲーマーとスターウォーズファンがスターウォーズ RPG の仕事をして、コリンズは自分の気持ちをこうまとめた。私はルー・ゲイリックを言い換えることができるだろう。私は自分自身地球上で最も幸運な男だと考える。私は自分の周りにいる限り多くの素晴らしい人々とこの業界で働くことを私は時々、まだ私がホールを歩いている時に、 自分自身をつままなければならない。アンディ・コリンズはまたドラゴンでのサージ・アドバイスコラムや、後にウィザーズ・オブ・ザ・コーストウェブサイト上のサージ・アドバイス、オンラインの作家だった。コリンズは、ダンジョンズドラゴンズ第3.5版の、改訂チームの一人だった。そして彼は、ダンジョンズドラゴンズ第4版の、プレイヤーズ・ハンドブックの著者の一人だった。第3版第4版アンディ・コリンズは、 新聞や雑誌記事、ウェブサイトや、ポッドキャストで登場している。ありがとうございます。